吉田さん、億万長者だなんてね、そんなね、大それた肩書きは私につくとは思いませんでしたけども、ただ私も今ね、100万とか1000万とか1億っていう言葉が日常出るぐらいになりましたよ。7年前は確かにね、私はですね、今日キャバクラで使う2万が欲しいなとかね、5万が欲しいなとかね、そんなことを言ったりとか、お昼のね、お弁当を1キュッパの弁当か2キュッパの弁当か悩むような日々でした。もちろんそういう感覚今でもあるんですけども、ただやっぱり7年っていうのは大きく人を変えるかなと思いますし、その7年のうちのね、最初の3年ですら大きく私は人生が変わったと思います。最初はね、広島の久保ですとかね、もうノートが真っ暗ですとかね、ライブ放送を見ながら書いていた覚えがありますけども、あの時は確かに自分が見上げるようなね、大きな成果を上げている人を追い続けてきたところありますね。今でも山口陸さんにはね、全然追いつかないところが多いと思いますし、吉谷さんにね、全く太刀打ちできない部分は多いと思うんですよ。ただその中でも、誰かと比べるわけではなくって、自分自身の人生を振り返った時に、確かに自分はあの1日から自分の行動軸が変わり始めたなと、結果が変わり始めたなって思う瞬間はあります。しかもそれは自分がそう思うだけではなくって、どちらかというと周りの人が私に対して、変化したとかね、余裕ができたとかね、いろんな評価をしてくださるときに、客観的に、あ、なんかそういう声が多いってことはきっとそうなのかなっていうふうに、他者からの評価によって自分の立ち位置をね、認識することが多かった。そんな7年です。7年前は私は単なる麻雀屋のオーナーでした。しかも赤字タラタラでございましたね。広島市内の本通りというところにね、店を構えていて、麻雀屋の人だったんですよ。でもここ数年で出会った人で、私を麻雀店の赤字オーナーだと認識してる人はいないと思います。もちろんもうちょっと前はね、私はスーパーの社員でしたから、スーパーの社員さんっていうふうに今思われることはないです。今私は完全に YouTube の人であり、ネットで何かしてる人であり、投資をしてる人であり、紹介ビジネスをしてる人でありね、いろんな見方があると思いますけども、何が言いたいかというとね、この私に多分このね、肩書きがつく、レッテルって言い方はね、ちょっとこうあまり良くない言葉かもしれませんけど、私にある意味レッテルが貼られるってことは、その道の人だということが認識されているということだと思うんですよ。ね、アフィリエーターとしての認識もある、 YouTuber としての認識もあったり、それからネットワークビジネスのプロとしての認識もあるでしょうし、 FX のね、マネージャーとして、投資家、トレーダーとしての認識も多くの方持ってくださると思いますし、なんかね、通販ビジネス、転売ビジネス、こちらの方でも大きな実績を持っていると見てくださる方もいると思います。その他、投資ですとか暗号通貨の人とかね、いろんな見方あると思うんですよ。ただそれはどうしてそういうね、肩書きがつけられるかというと、全てにおいて秀でて攻略してきたからだと思います。私今ね、本当に思いますけども、一点集中を繰り返した結果、ほぼ一点集中したものは全部達成したと思います。でも私はこれね、肝心なのは同時にやってないってことなんですよ、ね、ネットビジネスの世界に入ったのが2013年でしたけども、その時は Facebook を中心に活動してました。活動の9割は Facebook でした。その頃メルマガっていう存在は知ってたし、メルマガっていうのがものすごくね、流行ってた時期だったんですけども、私はメルマガをやらなかったんですよ。手が回らなかったからです。私がメルマガを始めたのが2015年ですよね。2015年の8月12日そこからぐるっと1年して読者は2万人になりました。一点突破するとこういうことが起きるんだといういい例なんですよね。それからメルマガの後 LINE アットっていうのがありますけども、基本的に LINE アット、多くの人がね、セールスのために用いてますけども、私 LINE アットもやってません。未だにやってません。 LINE アットは私がやらないうちにものすごくね、悪の巣窟みたいなね、カテゴリーになりました。ですんで、これからもやることはないかなと思います。何かね、身内の人に連絡をする時のツールとして LINE グループっていうのを用いることがありますけども、 LINE アットかなんかに登録させて、そこでセールスを行うっていう手法はちょっと私にはね、扱いきれないと思いますし、私がそういうことをしないということを信頼してくれて、今ね、視聴者さんになっていらっしゃる方が多いと思いますので、
何かのきっかけでやるかもしれませんけども、今のところはちょっと考えてないかなってことですよね。ということで、この7年間振り返ってですね、私は一つずつに一点集中して結果ここに来ているのかなと思います。ラインアットに関しましては、私一点集中する余裕がないのでやらないっていうのが理由の大半ですね。今はやっぱり YouTube に9割ぐらいの、ね、エネルギーを割いていきたいなと思いますので、どんどん動画の方は撮っていこうかと思います。やっぱなんでね、こういうことを言うかというと、YouTube の一点集中はまだね、入り口にも入ってないんですよ。YouTube は2020年、これが参入の最後のチャンスだと思います。ただすでに参入している方は、これからもチャンスが続くと、そういう見方でこれからもやっていこうかと思います。2020年中に YouTube に参加できなかった方は、もう YouTube に参入してもしょうがないんじゃないかなっていうふうに思っております。今日やらなかったことで、明日やったことってのはね、なかなかないと思うんですよ。だからこれだなと思ったら、今日やることかなと思うんですよね。その繰り返しで私はこの7年間過ごしてきたかなってところですね。本日は以上です。じゃあいってらっしゃい。